ウサーマ・ビン・ラーディン、ウサーマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーディン、ウサーマ・ビン・ムハンマド・ビン・アワド・ビン・ラーディン、1957年3月10日から2011年5月2日は、サウジアラビア出身のイスラム過激派テロリスト、アルカイダの司令官、アミールであり、アメリカ同時多発テロ事件をはじめとする、数々のテロ事件の首謀者とされる。連邦捜査局、 FBI における最重要指名手配者の一人であった。身長195センチメートル、体重約73キログラム。FBI の指名手配書によると、肌はオリーブ色、髪と瞳はブラウンと表記されている。2011年5月2日、米国現地時間5月1日、パキスタンにおいて、米国海軍特殊部隊。 デブグルーが行った軍事作戦によって銃撃戦になり、殺害されたと報道された。日本語では、ウサマ・ビン・ラーデン、外務省、ウサマ・ビン・ラディン、NHK、テレビ朝日など、ウサマ・ビン・ラディン、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ、東京など、ウサマ・ビン・ラーディン、読売新聞などなどとも表記される。ビン・ラーディンは、日本の姓に相当するものではなく、 ラーディンの子孫という意味のソエナであるが、ウサーマの羊であるラーディンを祖とする一族の男子は、共通して、ビン・ラーデンをソエナとして名乗っており、また本人も、ビン・ラーディンの名を用いているため、性のある文化圏にとどまらず、アラビア語圏も含め、便宜的に、加盟や、彼を指し示す名前として扱われている。中東ではウサーマがテロリストとして、 有名になる以前から、サウジアラビアの財閥であるビン・ラーディングループと、その創業者一族の名前として有名であった。現在でも、ビン・ラディンという看板が、ビン・ラーディングループの系列企業で掲げられている。ウサーマ・ビン・ラーディンの父のムハンマド・ビン・ラーディンは、イエメンのハドラマウト地方の貧困家庭の出身で、第一次世界大戦前に家族と共に、イエメンからサウジアラビアのジッタに移住し、 1930年に、ニオットから身を起こし、ジッタで建設業を起業した。ファイサル国王の目に留まり王室御用達の建設業者となり事業は急成長を遂げ財閥、サディビン・ラディングループを柱とするラーディン一族を形成した。一族の巨額な財産分与が様々な方面に流出した結果、そのいくつかがイスラム教原理主義テロ組織の資金源になっているとれる。 グループは、石油ブーム時代に建築業で財をなし、メッカ及びマディーナ、メディナのモスクの修理を任されるほど、サウード家と深く結びついている。現在、サウジビンラーディングループは、アメリカ・アジア及び欧州に、多数の支部と子会社、60社以上を有し、石油及び科学プロジェクト、遠距離通信及び衛星通信に従事している。 グループは50億ドル以上の資本を所有しており、そのうち約3億ドルがウサーマの取り分だった。ウサーマはスーダンの建設会社、アルヒジュラ、イスラム銀行、アシュシャマリの支配株も保有していた。これに加えて投資財閥、タバを所有し、代理人を通してケニアで貿易会社、イエメンで機械製造会社、出版社、セラミック生産工場を監督していた。 グループの特徴としては、創業者自身が外国人労働者であったこともあり、積極的に外国人を雇用していることが挙げられ、多数のアメリカ人ビジネスマンが参加している。アメリカのブッシュ一家とも金銭的つながりがあり、父のムハンマド・ビン・ラーリンは、元アメリカ大統領ジョージ・ HW ・ブッシュと共に、カーライル投資グループの大口投資家であり、役員た。また、 ウサーマの長兄のサーレムは前、アメリカ大統領ジョージ・ W ・ブッシュがかつて経営していた石油会社の共同経営者であるサーレムは1988年に自らの飛行機の操縦ミスでテキサス・サン・アントニオで死亡した。無論、これらはウサーマが反米に立場を転じてテロリストとなる前の話であり、また、 彼ら親族は、ウサーマのようなテロリストではなくそのような組織との直接的係りもない。ウサーマの息子は父に対してロ行為をやめるようメッセージを発していた。しかし、それはジェスチャーに過ぎないとの説がある。ウサーマは、ムハンマド・ビン・ラーディンの10番目の妻でシリア生まれの、ハミド・アル・アッタスの子、最初の男児として、サウジアラビアのリアドで生まれ育った。少年は、 ウサーマ自身がアルジャジーラとのインタビューで1957年3月10日であると述べている。アラブの部族社会では事業を拡大するためには事業を行う地域を支配する部族長の娘を嫁にもらなければならず、ムハンマドビン・ラーディンは22回の結婚をし55人の子供を設けることになったが、最初の妻以外はウサーマの母のように短期間で離婚している。 ウサーマをはじめ妻子の大半は40代を過ぎて事業が拡大してからの子供たちである。ウサーマはその17番目の子である。ムハンマドは妻ハミドとウサーマ生誕直後に離婚。ハミドは同じ部族のムハンマド・アル・アッタスと再婚し新しい夫との間に4人の子を設けた。ウサーマはその新しい兄弟の頭として成長した。このためウサーマは ラディーン族ではなくあったス族の社会で幼少期を過ごし実の父とは一緒に暮らしたことがない。経験なワッハーブハムスリムとして育てられ、世俗の学校に通ったが、エリート教育がなされた。ウサーマのジップ、ムハンマド・ビン・ラーディンはウサーマが十歳の時に飛行機事故で死亡している。ウサーマは高校時代にイスラム原理主義に触れたとも言われる。ウサーマは十七歳の時、 シリアのラタキアで最初の結婚をした最初の妻とは2001年に離婚。CNN によるとウサーマは他に4度の結婚歴があり、子供の数は20人を超える。子供らの多くは2001年以降イランに亡命している。ウサーマはジッタのキングラブデルアジーズ大学経済管理学部に入学するが宗教や施策に向かいクルアンやジハードの研究に没頭した。 自然活動に精力的に参加する一方、バーナード・モント・ゴメリーなどの軍記物を好んで読んだ。ウサーマはムスリム同胞団に加入、サイド・クトゥブの思想に引き付けられる。さらに、同大学で教弁をとっていたムスリム同胞団のアブドゥッタ・アッツァームの教えを受け、死と仰ぐようになった。ウサーマは自身に影響を与えた人物として、クトゥブとアッツァームの名を挙げている。 ウサーマは、シャリアの復権だけが、イスラム世界を正しい道に導き、社会主義、共産主義、民主主義、国民主義、反アラブ主義などは打倒されるべき対象あると述べている。後年、ムハンマド・オマル支配下のアフガニスタンだけが、唯一のイスラム国家であるとも述べている。したがって、反セム主義でシーア派、スーフィズムを一端であると攻撃隊にする思想が、形成された。 イスラエルの貢献人というだけでなく、大敗的で堕落的な文化と規定して反米であった。厳格なサラフィー主義から、ウサーマは音楽や映画などにも不寛容であった。一方でウサーマは乗馬とサッカーをするのを非常に好んだ。ウサーマは1979年に大学で学位取得後、少しの間、クルアーンの規定の遵守を監督する完全懲悪委員会。 ムタワに勤務していた。1979年、ソビエト軍のアフガニスタン侵攻が起こると、サウード家は、アフガニスタンのムスリムの抵抗を積極的に支援する、ことに決め、王室に近かった、ラービン家に支援を要請した。アルハラムモスク選挙事件の影響で、イスラム過激派を国外に追い出す狙いもあった。同年のイラン革命の進展に強い影響を受けた。 ウサーマは、アブドゥッタ・アッツアームの誘いで、アフガニスタンで、ソビエト軍と戦うことを決意、パキスタンのペシャー・アワルに向かう。中アフガニスタン・サウジ王国公式代表に任命され、アフガンゲリラ諸派と共に、ムジャーヒィーンとなった。1980年には、ペシャー・アワル郊外に今日構え、この時期より、迷彩服を着用し、すでで、ロシア人兵士を殺して奪った。 とされるアサルトライフルを常に携帯するようになった。また、パキスタン軍統合情報局、ISI 長官のハーミドグル中ョの地規となった。1989年まではサイクローン作戦を、通じサーマラ・ムジャーヒディーンは、アメリカの中央情報局、CIA の援助を受けたが、ムジャーヒディーンの軍事訓練は、ムハンマド・ジャウルハク政権のパキスタンが担い、ISI と、 パキスタン陸軍が指導した。サウジアラビア総合情報庁 GIP の長官トゥルキー・アルファイサル王子の委任により、ウサーマは個人財産と GIP からの資金でムジャーヒディンのスポンサーとなり、アブドゥッダ・アッザームと共に1984年までにはペシャーワルでサービス局マクタブ・アルヒダマとマックを開設し、エジプト・スーダンなどからムジャーヒディンを リクルート、パキスタンの北西辺境州に設立した軍事キャンプに送り込んだ。ムジャーヒディーンは主にグルブッティンヘクマティアールを支援した。アフガニスタンでの大祖先の戦況は、ムジャーヒディーンの活躍で好転する。ウサーマが、オマル・アブドン・ラフマーンやアブー・ムスアブ、アイコール・ザル・カーウィなどと関係を構築したのは、この都である。 1988年頃にはマックは路線対立で分裂を強め、アフガニスタンでの活動を優先させようというアッザーム、派は離れ、1988年8月にはビン・ラーディンを中心にムハンマド・アーティフラ・ジハードからのメンバーらがアルカイラを創設した。ムジャーヒディンはアフガニスタンでは反響の観点から CIA やパキスタンの ISI を後ろ盾に、 活動を続けていたが、1989年2月のソビエト軍の敗退後、ビンラーディンらは反米活動に転じた。ユーゴスラビア紛争に積極的に関与し、バルカン半島のイスラム勢力を支援した。ビンラーディンは1990年にサウジアラビアへ英雄として帰国した。同年8月、サッダム・フセインのイラク軍がクウェートに侵攻すると、 ビンラーディンは、ファハドビン・アブドルアジーズ国王と国防省の、スルタン・ビン・アブドルアジーズ・アルサード王子と面会し、メッカ・マディーナという聖地を有するサウジアラビアの国内にアメリカ軍を駐留させない代わりに、ムジャーヒディンによって、イラク軍からサウジアラビアを防衛する計画提案した。しかし、アメリカ大統領ジョージ・ HW ・ブッシュの圧力に負けたサウード家は、 異キョのアメリカの軍の駐留を認め、イスラム世界を驚かせた。湾岸戦争は、ビンラーディンを急速に、反米活動に傾倒させていった。このあたりは2001年10月7日に出された彼の、声明の中でも、不信人者の軍は、ムハンマドの地をされという文言で表されてい、米軍のサウジアラビア駐留直後の1990年11月、 FBI はニュージャージー州のエルサイードノサイルの住居を摘発、ニューヨークの超高層ビル爆破計画の資料を押収した。ノサイルはラビのメアーカハネを殺害したアルカイダのメンバーで、これが西側での爆弾提露計画が露見した最初となった。サウード家はビン・ラーディンを危険し、国外出国を禁止する。ビン・ラーディンは アフガン機関兵への福祉支援組織を隠れみのに、イスラム主義、イスラム原理主義的な背景を持つ国際テロリズムのネットワークを作り上げたと言われている。ビン・ラーディンは1992年に密かにサウジアラビアを脱出、サウード家を攻撃し続けるビン・ラーディンに対し、ファハド国王による追放であったとも言われている。民族イスラム戦線の発散アルトラビの招きで、スーダンに渡り、 ハルツームや青ナイル川地域に軍事キャンプを設立した。財閥、サウジビンラーディングループからの資金が止まり、スーダン国内で建設事業を行うことで財政面を安定化させるとともに、アフガニスタンで共に戦ったジハード団の指導者、アインザワー・ヒリーなどと関係を深め、組織の拡大育成を行った。オスロ合意に反発、反米闘争がエスカレートしていった。 1993年には、ボスニア・ヘルツェゴビナの市民権を取得し、サラエボなどでの紛争に主に、スーダンからイスラムのムジャーヒディーンを送り込み、アルジェリア内戦では武装イスラム集団を支援する財政的な援助を行った。北米や西欧で偽造料権を所持したアルジェリア人が次々に逮捕され爆弾テロの計画が露見した。さらに、イエメンやソマリアなど活動を広げた。 ビン・ラーディンが指導したアルカイラの爆弾テロは1992年末のイエメンのアデンでのホテル爆破が最初とされる。中東における自爆テロは1980年のイラン・イラク戦争でシーア派が行ったが最初である。車爆弾を用いた自爆テロは1983年レバノン内戦下のベイルートアメリカ大使館爆破事件が最初である。さらにヒズボラによる ベールとアメリカ海兵隊兵舎爆破事件が、紀子300人を超える米兵、フランス兵が死亡した。米軍基地までもが、テロの標的となった波紋は大きく、アルカイダでもそれに習い、イスラム集団などと共闘して、世界貿易センター爆破事件など世界各地で、一般市民をも巻き込んだ無差別な爆弾テロを行っていく。サウジアラビア政府は、1994年に、 ビン・ラーディンの国籍を剥奪。同時期に、ラーディン家は、ウサーマを、一族から追放したとの声明文を、サウジアラビア国内のマスコミに送っている。エジプトのホスニーム・バーラク大統領への暗殺未遂事件を起こしたジハード団維持は1995年に、スーダン追放となり、さらに、アメリカ・サウジアラビアの圧力で、 ビンラーディンもスーダン国内にいられない状況となり1996年5月にスーダンを出国しチャーター機でアフガニスタンのジャラーラーバードに渡った直後にサウジアラビア東部のダーランで米軍宿舎爆破事件が発生したこの頃がビンラーディン一派が最も苦境であったとされるアフガニスタンにビンラーディンを招いたのはアブドゥル・ラスル・サイヤフで ソビエトとの戦いでジャラーラーバードに、ビン・ラーディンと軍事訓練キャンプを創設して、以来の関係であアブドゥル・ラスル・サイヤフは、世界貿易センター爆破事件の首謀者のラムジ・ユセフや、アメリカ同時多発テロ事件の起案者とされる、ハリド・シェイク・モハメドなどアルカーイダの首脳地にかつて、ペシャー・アワルで軍事指導したことがあった。ビン・ラーディンは、最初はハリス派の庇を受け、 ISI の資金援助で食いつないだ。ジャララバードがターリバーンの手に落ちると、今度はターリバーンの客人となり、ムハンマド・オマルと緊密な関係を構築、アフガニスタン国内にアルカアイダの訓練キャンプを設置してい。またアリアナ・アフガン航空をハイジャックしたことからそれを用いて、現金やアヘン、武器、偽造料券などをパキスタンやアラブ首長国連邦との間で、 効果的にやり取りすることが可能になった。1997年には、イスラム集団を財政的に支援し、ルクソール事件を起こした。同年、北部同盟がジャラーラーバードを圧迫すると、カンダハール東部のカルナクに拠点を移した。同じ頃、マザーリ・シャリーフ攻略に、ターリバーンは失敗し、大打撃を受けた。その窮地を救うためウィン・ラーディンは、数百人のアラブ兵を送り、 1998年8月には、マザーリッシャリーフのシーア派のハーラ人、住民5000人以上を大虐殺した。1998年2月には、ユダヤ、十字軍に対する聖戦のための国際イスラム戦線を結成し、ムスリムにはアメリカと同盟国の国民を殺害する義務がある、エルサムのアルイコールアクサーモスクを解放せよという、ファトワをザワーヒリーと連名で布告した。 ジェマイスラミアとも関係を深めた。8月7日には、タンザニアのダルエスサラームとケニアのナイロビで、アメリカ大使館爆破事件を起こし FBI から、卒業を受けた。アメリカは、ビンラーディンをかくまっていた、アフガニスタンのタリバン政権に対し、ビンラーディンとアルカーイダの引き渡しを求めたが、タリバーンは応じなかったため、国際連合安全保障理事会において、引き渡しを求める。 国際連合安全保障理事会決議1267採択された。ターアリバーン政権はこれにも応じず、経済制裁が発動された。同年、ビン・ラーディンはアルジェリアでサラフィストグループの創設に深く関わった。クリントン政権はアメリカ大使館爆破事件の首謀者として、同年8月アラビア海の官邸から巡航ミサイルで、 アフガニスタン東部ホーストにある潜伏先を爆撃したが、ビンラーディンは、毎一発逃れたされる。この頃、アルバニアに、アルカイダは拠点を構築し、コスボでの戦闘に、アルカイダ系ムジャーヒディンが参加している。1999年、CIA と ISI は共同で大規模なビンラーディン、捕獲作戦を計画したが、パルベーズムシャラフによるクーデターが発生し、中断を余儀なくされた。 2000年、アルカアイダは、米カンコール襲撃事件を起こし、国際連合安全保障理事会決議1333によって再度引き渡しが求められた。ブッシュ政権は、2001年9月11日に、発生したアメリカ同時多発テロ事件の首謀者を、ウサーマ・ビン・ラーディンと、アルカアイダであると断定した、アルカアイダでも、サイード・アル・マスリ・アル・アデルは、計画に反対した、とされる。 アメリカ政府の公式報告書旧1 1委員会レポートによると航空機を使用したテロ計画の発案者は2003年に逮捕され計画の全貌を自白したハリドシェイクモハメドでありウサーマ・ビン・ラーディンは彼から計画を持ちかけられたというタリバーンは2001年11月にビン・ラディンにアフガニスタンの市民権を公式に与えた同月 ジャラーラーバード郊外の隠れ家とされる場所がアメリカ軍により爆撃を受けている。同月末のターリバーン政権の崩壊で、ビン・ラービンの正確な足取りは不明となった。同年12月17日、アイマンザワー・ヒリーと共にアフガニスタン東部ナンガル・ハール州トラボラの渓谷にアホラーナに潜伏しているという情報からアメリカ・イギリス・ドイツ北部同盟各軍が捕獲作戦。 トラボラの戦いを実施したが失敗した。このことは2009年11月29日にアメリカ上院外交委員会にて取り上げられ、現地指揮官からの増派要請を本国が拒否したのが捕獲失敗の原因と結論付けた。その後は、ビン・ラーディンはタリバーン・タンブラと共にパキスタンの北西辺境州の洞窟に潜伏していると思われた。2004年以降から、 腎臓病に苦しみ常に人工透析の電子機器が必要であると報道された。そのため死亡説が浮上した。これはフランスの地方紙などが伝えたもので、蝶チ,チフスで死亡したとの記事であった。しかしフランスのシラク大統領が死亡したとの情報はないなどとし死亡説を否定した。一説では北朝鮮に潜伏しているなどの説があるが、定かではない。 2008年11月13日、マイケル・ヘイデン、マイケル・ヘイドン CIA 長官、当時は、ウサーマ・ビン・ラービンの追跡と逮捕は、うつつでも CIA の最優先事項とした上で、潜伏先をアフガニスタンとパキスタンの国境地帯、トライバルエリアホターではないかという見解を示した。二千十年十月十八日、CNN は、北、大西洋条約機構当局者の話として、 ウサーマ・ビン・ラーディンが、アフガニスタン・パキスタン国境地帯の洞窟ではなく、パキスタン国内の家屋で、快適に暮らしていると報じた。同当局者は、洞窟で暮らしているアルカイラのメンバーは誰一人としていない、と述べた。ビン・ラーディンらは、パキスタン情報機関や地元住民に保護され、同国北西部の家屋に居住。付近に、アイマンザワー・ヒリーも住んでいるという。 配下の連絡係が発見され、その行動分析からウサーマ・ビン・ラーディンの居所が、突き止められた。2011年5月2日、米国東部夏、時間5月1日、パキスタンにおいて、アメリカ軍によって攻撃され、死亡した。アメリカ政府はかねてからの FBI の、情報収集活動などにより、早くから、イスラム系国際テロ組織アルカーイダとそのリーダーで、 あるウサーマが旧、11テロ実行犯と断定していたが、ウサーマは当初事件への関与を否定していた。ところが2001年11月、アフガニスタンのジャラーラーバードでタリバーン総統作戦を行っていたアメリカ兵が、破壊された民家から一本のビデオテープを発見。その中で、ウサーマが同志にこの事件については事前に知っていたと語る。 シーンがあったことから大騒ぎになった。ウサーマ本人がビデオテープにより、アルカイダによる911テロの犯行声明を公に表したのは、それから3年後の2004年11月のことである。2009年7月、アメリカのラジオ局、ナショナルパブリックラジオが CIA 当局者の話として、ウサーマ・ビン・ラーディンの息子の一人であるサードが、 パキスタン領内で米軍の無人偵察機による爆撃で死亡した可能性があると報じた。しかし、同年12月、サウジアラビア資本で、イギリスの首都ロンドンで発行される新聞、アイコールシャルク・アル・アサとは、ウサーマの別の息子であるウマルビン・ラーディンの話として、死亡説がささやかれているサードは親族らと共に、イランに行ったと伝えた。これによると、サードは、兄弟姉妹であるムハンマド、 ウスマーン、ハムザ、ファーティマ、イーマーン、そして、ビン・ラーディンの妻の一人である、ハイリーや、おじにあたる幕僚を含む二十五人の親類と共に、イラン国内で、治安当局の監視下で、自宅南禁に置かれていたということを、ウスマーンが電話で、ウマルに話したという。ただし、ウマルによればサードは一ヶ月前に逃亡し、その後は、イラン国内にはいないという。ビン・ラディンの家族はそれまで、 2001年のアフガン空爆後は隣国イランに逃亡したと見られていた。2017年1月5日、息子の一人、ハムザ・ビン・ラディンを国際テロリストに指定したとアメリカ政府は発表した。1990年代初めにウサーマのテープを翻訳した経験のあるムジカネットの主催者、ケビン・バレットの見解では2001年以降に発表された多くの ビン・ラーディンだと言わるテープは偽物であり、CIA が本物だと断定した2002年秋に発表されたテープもスイスにあるイダップ研究所が声の分析をした結果は替え玉による録音だったという。こうしたテープはブッシュ政権がいろいろな批判を浴びている状況下で報道に出てくることが多く、テープ自体は頻繁に出されている。5、おさむき。